関東地方のお天気をお伝えします。まずはいただいたウェザーレポートで空の状況を確認していきましょう。横浜市からいただいたジンベさんからのリポートを見ていきますと、空一面曇り空ですといただきました。この後もすっきりしない天気続いていきそうです。今後の雨の予想を確認していきますと、現在広く雲が広がっている関東地方、南部を中心に雨の可能性があります。弱い降り方ではありますが、折りたたみ傘があると安心です。東京都心では降ってもパラつく程度の雨となりそうですね。そして日差しが乏しい分、気温はなかなか上がりませんでした。関東地方の気温に注目していきますと、黄色が5度から10度、そしてオレンジ色が10度から15度を観測しているところとなっております。4月中旬並みだった昨日に比べて各地で季節が戻ったような体感です。そして東京は 10.6 度となっています。この後も寒い体感が続きますし、風が冷たいので気温の数字よりも寒く感じるかもしれません。暖かい上着で体感温度の調節を行ってください。詳しいお天気や気温の予想はお天気アプリウェザーニュースでご確認いただけますので、ぜひご活用ください。